日頃の練習の成果と気力、体力、時の運を総動員し、今日一日怪我なくプレーをすることを誓います。今月5日に行われた大分トヨペットカップ第36回 TOS 豊の国ママさんバレーボールチャンピオン大会、2つの部門に合わせて16チーム200人を超えるママさんが集結しました。毎年恒例の始球式も無事に執り行われ、優勝カップとお食事券2万円分をかけて熱戦の火蓋が切られました。下は20代から上は80代までが参加した今年の大会、最高齢はこちらの利光美智子さん、御年85歳。人生の先輩、元気の秘訣教えてください。あの年寄りやからって悲願だ感情は持たない、この年でやってるよっていうのを自分の心の中にも喜びにしてる。大会は年齢制限のないチャンピオンの部で、優勝候補が次々と敗れる波乱の展開に。お食事券2万円分が手に入りませんでした。欲しかった、欲しかった、負けてもしますけど欲しかったんですよね。本当もうあの2万円ありがたいんですけどね、勝ちたかったです。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。仕事に子育てに大変な中でも大好きなバレーボールができているのは周りの支えがあってこそ。この機会に普段はなかなか言えない感謝のメッセージを伝えてもらいました。家族のみんな、いつもありがとうございます。いつもあのお留守番ありがとうございます。これからもまだ頑張りますので、一時よろしくお願いいたします。いつもバレー行くときは何も言わないで行って、あの送り出してくれるのでありがたいと思ってます。ありがとうございます。昨日はうちの母が誕生日だったので、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。こちらあれです。年を取ってるのは十分分かってるんですけれど、ラッセルさんの気持ちよいよこの手助けがあって、楽しく毎日練習にも行かさせていただいてますので、これからももうちょっと頑張りたいのでよろしくお願いします。36回目を迎えた今年の大会、チャンピオンの部では大分市の日吉フレンズが14年ぶりに優勝を飾りました。コロナもあって練習がなかなかできなかったんですけど、メンバーもちょっといろいろ変わったりもしたんですけど、やっと集まって試合に出れるようになったので本当に良かったと思います。そしてエース佐藤選手の感謝を伝えたい相手は、可愛い声援をもらって、はい、頑張れました。可愛い声援、実は空くん、せなちゃんの大応援、ちゃんとママに届いていましたよ。空とせな、いつも練習を夜出ていくときに、ママいないと寂しいよって言うけど、いつも待っててくれてありがとうございます。これからもバレー頑張るので応援よろしくお願いします。果たして来年はどんなドラマが誕生するのか、ママさんたちの活躍から目が離せません。